なんで俺たちの人生にはあんな可愛い子がいないんだ。冴えない、モテない、やる気ない、うだつの上がらないとんかつ屋揚げ太郎。君本当にとんかつ屋なの？3代目。憧れの彼女のハートを射止めるため彼が目指したのは、今日から俺は DJ になる。え？は？そうか。お疲れさん。そして知る世紀の大発見。まさかとんかつと DJ は同じなのか？とんかつもフロアも上げられる男になる。揚げ太郎くん、次いつ出るの DJ？ 一人よがりは DJ に向いてないよ。埋もれさせたくないんだ、とんかつ DJ の才能。キャベツ切ってるだけで何も考えてねえんだな。これに出よう。揚げてやるぜ、とんかつビート。ほら上げてくれ。トゥンツ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 ン。お前が一人前の DJ になるまでノンストップメガネックスだ。はい、はい、今満腹窃盗エンターテインメントの幕が上がる。とんかつ食べに来ました。ノンストップメガネックス。とんかつ DJ 揚げ太郎。このままだと俺キャベツ太郎になっちゃいます。